普通に JR 沿線にあるうどん屋さんなんだね。よいしょ。とてと、ちょっとまで来たんでね。このまま、次まで。行けばいいんやけど。せっかく2つで夕飯ぐらい食ってくかと。いうところなんやけど、そう、この際とかもね、安く、クエストのね、チケットで、安いですよね。実はね、ただね、雨が相当すごそうなんですよね。この後めちゃくちゃ、雨が降ってきそうなんで、もう屋根のあるところで食べたい。でも、なんか意外と、こっち側だったら何かしらありそうだ。本当は餃子、中華気分やったんで、餃子のお汁粉かなと思ったけど、あそこ屋根がないと思うんですよね。この後すごい風みたいな、お、ここは屋根がある、ありがたい。でもここまでだな、アーケード街じゃないもんな。なんかあるかな。また麺類だけど。大味噌は、おんちゃんもあるじゃん。今日麺類ばっかだな。でも、いいな。これは駅近ダイニング。なんかもあるね。よし、ちょっと何かしら食ってこうかな。これだとなったら、それだな。大味ちゃんぽんだな。よし。男子教室に行ってこう。交差点とかわかんない。ちょっと、なんかえらい雰囲気な感じになってるんですね、地下。飲食店もいいけど、なんか質屋さんで。なんか、あそこだ、海遊館の近くにある、あそこ、山田コーヒーだって。なんだ本当にやってんの、これ。本当に？いや、普通にない。あれか、昔の雰囲気出すのにやれか。でも、そういう感じにしてあるのかな？そういうことなのかな？そういうことでしょうね。グランダム今50円でやってたら、無償期間って言いたくないの。昔の草津駅の駅前をこう再現してんのかな？面白い。あ。もうこの契約本当に昔からやるじゃんね。愛知時計、ほら、これなんか、これを今もやってるのか、一無縁なんだ。すごいですね。全体をこうやってしたんですね。面白い。運気あっていいですね。ただね、もうちょっと、車じゃなかったのんだけどな。麺類で来てるんで、あれだったんで。環境はして、ご飯買ってきましたよ。さすがに塩分過多にも程があるからね。だんだんその、エキソプもあれもスープ結構飲んじゃってるんで、っていうことなんで。まあ、さっきそんなに取ってないですね。で、出てきました。まあ、オムチャンピオンはね、しめじとかね、あっちの方へと、ちょっと、行くの大変なんであれですか。でも、近鉄の方も行けるんよ。あ、近鉄百貨店とかね、そうそう、あれ出てるんですよ。結局、行けるんでね。さしてそんな、レア感ないし、オウムちゃんも別に、まあ、ちょっとね、走れば、別に普通に壁に取れるんでね。スタートまでぐらいはね。ん？レンタサイクルやってんの。へぇー。近鉄の方にも、
んだね。なんか入ってるかな。何かあれだもんな。雨、必要なってきた。いや。普通に、え、来たら、持って帰ろう。慌ただしい。東海道線の方からね、打って変わって。電車来てるかな？あ、来てる、来てる。次行きの普通の来てますからね。プラス6。次行き、最初は6番乗り場。6番乗り場。え？ 向こうか。やられた。一日に数本だけあるらしいな。え？ 6 番でどこ？向こうか。あ、じゃあ、京都駅からちょ、ちょこちょ、じゃあ、始発じゃねえじゃん。混んでるじゃん。終わった。南草とか乗っとけよかった、せめて。ああ。これですね。16時5分、そうだ。やられました。よいしょ。これ、12番ホームなんですけどね。そう、これだけね、ありましたね。よし。やべえ、これで混むぞ。